タジヒオトメは、奈良時代の女性。生はスクネ。遺械は、外十五位下。タジヒスクネは、鉱別のタジヒマサトとは異なり、神仙聖子録、右京神別によると、亀へ命三世孫天をし男命の後なりとある。死の名は、任徳天皇治聖下に、三子のタジヒ水は家けにちなんだもので、丹次部を諸国に定めて明大部としたものである。また、 河内国多治比軍を本拠地とする一族でもある。河内国津み別にも、神命の後なりとする多治比連がおり、泉国津み別にも、天の保比の命の男の天候や命の後である多治比連が存在している。神護慶雲三年、不和内親王が、息子の表情死刑死魔老を行為につけるための陰謀を、企てたとされ、これに、県犬かや姉女、押し坂女王。 石田女王らが協力し、聖徳天皇の命を縮める、図書のために、天皇の髪の毛を盗んで佐保川で入手したされ神戸に、納め、宮中に持参して、まじないを行うこと三度に及んだとの理由で、不破、志、慶島両母氏と共に、彼女たちも恩るに処せられた。俗に本期の放棄2年8月の記述によれば、不破たちを訴えたのが、他事表と目であったとされている。 同じ記述によると、はじめ乙女は、おしさか女王、剣犬かや姉女ならのりともを縁スと布告すとあり、その後、姉女ならの冤罪が判明し、彼女の申し立てが偽りであったということになった。そこで、朝廷はこの時に乙女の外十ご一下の息を破棄したが、その後、乙女が、どのような処罰を受けたのかは明らかではない。ありがとうございます。